こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日は奥様がガーダータンというものを作ると張り切ってる。ちょっと聞き慣れない名前だけど、以前も何度か作ったことがあるって。僕が料理名を知らないだけみたい。どうやら中国の水豚汁といえばいいようだ。すごく簡単な料理ですぐに作れちゃうって言ってる。急いで食事作らないといけないときは、はい、身を潜むにこのやり方、はい、簡単です。具材はあるものでいいみたい。今日はきゅうりと葉物とネギ、あと錦糸卵も入れるみたい。ネギ買わないとなくなった。はい、ネギが、うん、しかし高いね。上がったよ、値段が。洪水ですか。そう、洪水でもう全てすごいね、すごく長かった野菜、ネギもそうです。小麦粉を取り出してきた。小麦粉に少しの塩と卵1個を加える。ここまでは手打ちうどん作るときと同じだね。卵を粉に卵を入れて、違う、うん、水入れて、そうそうそう、実は違う。生地まで作る、生地も違うから。生地も違う、うん、見ればわかる。パッと一回にたくさん入れるじゃなくて、うん、ちょっとずつ入れて、うん、その程度が、ね、うん、感じ。
哎，这种感觉。嗯。就不要再那个了，就不要再往里加水了啊。嗯。不加多。好，开始。开始。对。どう？日本の卵まだ高い？知らない。なんか色が違うね。うん。こっちが店で買ったもの、これはタダで。うん。うん、色違うね、ちょっと。うん。油多い方、うん、多いとパタッと出てくる、うんうん、できるだけ少ない油で、うん、今日のは中国の水豚汁と言ったけど、まるで同じってわけじゃない。何でも知らない人に分かりやすく伝えたい時の例ってあるよね。例えば大連ってどんな町？と聞かれたらこう答える。日本で言う仙台かなってね。東京や大阪ではなく、かといって田舎すぎないニュアンスが伝わるでしょう。それに大連と仙台は緯度も同じで気候が似ているからね。これに麺を入れる。うどんするよりは、うん、どうでしょう、温めたの、うん、で、沸くのを待つ、沸くの前で、で、利用するね。いい、穴から出す、穴あるもの全部入れて、で、利用できるちょっと穴ちっちゃくて、それじゃなくても、こういう取れない場合は、ここまでして、箸でこういう割り切って、一個一個一個本やれば、こういう長いの魚みたいな形で、これも個人の好みで。で、このピーチ作るときは、ぜひこの程度がね、重要なんですね。落ちそう、落ちないの感じ、食感がいいよ。こちこちだと思う。あれ、うん。はい。簡単だよ。はい。
待つ。ホワイトショー始まるよ。はい。僕の中でのスイートンのイメージはもう少し固めでコロコロ感あるもの。意外と柔らかい生地で粒も小さく作るんだね。大丈夫、柔らかさ大丈夫ですか？全然大丈夫。はい。可以这样弄一下啊。嗯。快一点。这种感觉最好吃。那个。嗯，对。中国語で鳥肌のことをジーピーガーダーっていう。ガーダーとは出来物、腫れ物、ニキビって意味もある。この料理がガーダータンと呼ばれている意味がなんとなく分かった気がする。他说句你看了没是吧，可是你都更熟，可以这样子，你看一个、一个、一个、一个，看到没？嗯，非常好，看均匀的啊，嗯，很简单，这样你看，好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 。怎样均匀吧？看，嗯，干，过来呢？嗯，哎，这叫水疙瘩汤，嗯，水疙瘩汤。对，あと。大連人は締めっぽい湿疙瘩汤とも呼ぶけど、嗯，もう一種類はこれもうできたからね。嗯，干疙瘩汤，乾いた。嗯，干。これはさっきは水入れる量の途中で止まって、普通に乾いたガーガーなので、お姉さんは違うでしょ。それはそのままバージョンなんですけど、どっちどっち言うと、本当そのガーダ、その団子、塊は、これうまくやしないと、こういう均一にならなくて、美味しくないんだけど、もうスープとガーダの方は、あれになっちゃう、もう海苔状とかに感じて、濁ってて、私個人はそれ好きなので、これはスープはスープ、ガーダはガーダの方が気持ちいい、美味しいだって。ということで、什么样，皆さん？ほら、ほら。贵阳。嗯。对，我看完你们的，你他吃吃两碗。儿子。啊，下雨。これ大丈夫？あったかい？まだ。どうですか？おいしい？うん。日本で水豚と一言で言っても、各地域によって呼び名が違うみたい。ひっつみ、はっと、つめり、とって投げ、とっちゃ投げ、おダンス、
ひんのべ、だご汁なんていう呼び方もあるみたい。厳密に言うとそれぞれが違うものなんだけどね。Thank you.